にちは、池田しおりです。今日は、後ろで一つにまとめるアレンジではなく、ちょっと今日サイドでまとめるヘアアレンジをやっていきます。後ろでくくるまとめるのって難しいっていうのもありますし、顔のバランスとか顔が前面に出るのが嫌っていう方も多いと思いますので、サイドだったらちょっと小顔効果とかもあると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。3滴使います。髪の毛全体になじませます。鉢植えのラインで上下に分け取ります。上の髪の毛はダッカールで留めておいて、下の髪の毛を三つ襟のあたりでまとめます。ゴムで結びます。表面の髪の毛を下ろして、手ぐしで整えて、ゴムの上で内側に2回ねじります。下の髪の毛に巻きつけていきます。2つの髪の毛をゴムで結びます。毛先をギュッとすると少しゴムが隠れてくれます。トップの部分を少しボリュームを出します。ヘアクリップを使います。ゴムの部分にヘアクリップをつけたら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。今日はサイドで、巻かずにヘアアレンジやってるんですけども、サイドにすることによって小顔効果も出ますし、寝起きのままちょっとこう寝癖がついててもいい感じに仕上がると思いますので、ぜひ皆さんやってみてください。さよなら。